9月30日土曜日。土曜日。今日はですね。はい。何の日か知ってますか？え、9月30日？うん。何かの日なんだよ、実は。何の日でしょう？正式な夏の終わりの日みたいな。なんか、その、夏至じゃなくてなんかそういうやつ。違う。そう、もう本当に9月いっぱい、もう10月からはもう秋ですっていう。それじゃない。違う。結構意外だよこれ。え、な、まるまるの日みたいな。そう、意外だし、今俺たちに関わってる。うん、なんだよそれ、むずいな。俺たちに関わってる。今俺たちに関わってます。なんだろう。9月30日。味噌汁の日みたいな。あ、違う。そうじゃない。本当に関わってる今。え、ラジオの日？惜しい。なんだよ、ラジオの日で欲しいの？すごい限りなく近い。ラジオが限りなく近い。うん。なんだ、俺たちがやってる放送？これはなんだ？これはなんだ？ラジオ。話す。話し合い。雑談？ちょっと違う。ちょっと遠い。ラジオは、これはなんてラジオだ、これは。俺はそう思わない。違う。なんだよ、なんでラジオってどういうことだよ。ポッドキャスト？ポッドキャストだ。そう。そうです。ポッドキャストの日なの？9月30日はポッドキャストの日だそうです。そうだよ。なんだよポッドキャストの日って。できた日ってこと？なんかあるんだよそういうのは。そうっぽいね。2004年にポッドキャストがスタートした時の9月30日へー。なのでもうポッドキャストっていう歴史の日だね。はい、これ創立記念日的な、はい、そう。結構歴史浅いんだね、ポッドキャストね。はい、そんな9月30日にポッドキャストを撮っております。すごい記念すべき日。俺はそうは思わないですね。そう。そして第10回目です。記念すべきじゃん。記念すべきなんですよ、うん、あのね、最近、メンタリスト DAIGO かなの YouTube 見てて、はいはい、ちょっと面白いなと思ったのが、はい、まあ、SNS 疲れに対するなんか話を、うんうんうん、多分DAIGOがしてって、あ、結構 SNS、まあ、Twitter だったりインスタだったりで、まあ、人と比べてしまうとか、うん、結構人の努力が見えて辛くなっちゃうみたいな人って多いと思うんですよ現代、うん、はいはい、聞きますね。あるあるじゃんね、そういうことってある。で、じゃあそのメンタルに、そういう時でメンタルがブレったり苦しくなったりするんだけど、うん、そのメンタルにとっていい SNS って何なんだろうっていうことを DAIGO が話してて、で出た結論がね、うん、ポッドキャストなんですよ。はあ、ポッドキャストは、まあ、SNS ではないんだけど、なるほど、そう、ポッドキャストを聞いたり、聞く、うん、配信したりすること、ああ、は誰の心にもいい影響を与える。へえ。っていう研究結果があるっていう話を DAIGO がしてて。誰だよそいつ研究してるやつ。頭おかしい。なんだよそれって。狂った研究者がいるんだな。結構それ俺でも理にかなってるなと思ってて。あの人って意外と人の喋ってる話とか人の声を聞いて。安心する性質があるんですよ。はい、へえ。安心感を覚えたり、なんつうんだろう、帰属意識っていうのかな。こう、同じ仲間だなっていう、共同精神が芽生えたりするわけ。はいはい。それが育まれやすいのはやっぱ、ポッドキャストなんですって。なるほどね。っていうのは、俺とアンボこうやって喋ってるじゃん。うん。でこれを聞いてくれてるリスナーの人たちが、まあ、お便りくれたりとか、うん、してコミュニケーション取ってくれるじゃん。はいはい。でそこでなんかポッドキャストの一つの俺はそうは思わないの輪が形成されるわけで、うん、なんかそれってすごい、あの他の SNS と違って、はい、なんかめちゃめちゃクリーンというか、うん、別にそこになんか優劣とかいいねの戦いとかなくて、確かに、ただただ聞いてもらって反響があって、でそれに対してレスポンスするみたいな形なので、なんかめちゃめちゃ健康だと。へー、そうっていう話を聞いて、確かになと。ポッドキャストメンタルにいいよ。なるほどね。うん。いや、で今それを
あ、何？はい。なんで？なんでみんなも、うん、ポッドキャストを、はい、やろう。勧誘話。そう。やろう。SNS 感覚でやってほしい、うん、あ。みんなの声聞きたい、俺は。確かに、確かにね。わかるわかる。うん。知り合いでもね、みんなが、まあ、でも。そう。知り合いでもね、フォロワーでもいいんだけど、みんなが、どういうこと考えて、どういうこと話してんのか聞いてみたい、俺は。なんかそれ、なんか YouTube のさ、うん。まあ俺あんま YouTube 見ないんだけどさ、奥さんがよく見てて、うん、そのフォロー、うん、見てる人、その好きな人、うん、チャンネル登録してる人がご飯食べて喋ってるだけの YouTube とかあるじゃん。ああ、あるね、あるね、あるある。それってそういうことってことなんかね。ああ、確かに。あれ、近い何かあるよ ね。多分、あれ見てる人って一緒にご飯食べてんの。ああ、ね、確かに確かに確かに食べてる、ね。そう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 。あれってなんか、やっぱ一種の共同体感覚というか、が絶対生まれてるの、その時。確かに。それでまあ顔もね、顔も出てるから、うん、まあ、またちょっと SNS とは違うかもしれないけど、なんかそういう同じようなあれなのかもね。うん、めちゃめちゃわかる。あれ需要あるしね、なんか一定層に。あるんだ。俺ちょっとあれ、あるあるある、あれ全くわかんないんだよね、あれ。面白さ。いや、俺も、いや、エンタメ目線で見るとマジでわかんないけど。わかんないんだよ、なんか。わかんないけど、あれが必要な人はいるんだよね。ああ、そうなんだ。うん。なるほどね。あ、需要あるわ。いや、なんかすごい多いよね、よく。うん。そこになんか大食いとか付属したり、なんかね、企画っぽいのが付属したり、ね、そうしてるけど、なんかそれって企画なのかなとか俺は思っちゃったりするけど。うん、まあでもね。確かに確かに。でもそれでもね。うん、でもただ食べてるだけでもね。うん。すごいよね、それ。そういうことなのか、じゃあやっぱなんか声とか、まあ生の声っていうのがね、まず、結構大きな違いだよね、いい、その SNS とか、そうそうそう、そのね、SNS ね、Twitter とかとね、そうそう、数字とさ、いいねの数とかしか、X ね、で評価されてさ、そう、X か、そう見えちゃうからさ、そうだね、心に疲れた人は、ポッドキャスト聞いた方がいいよ、もしくはやる、で、やった方がいいよ、なかなかね、難しいよ、でも、やるって結構、すごいよね、むずいかな、なんかやっぱ、いや、そうだって俺も別に誰に誘われなかったらやらないしね。ああ、そうかそうか。なんか周りにそういう人がいてくれたらね、なんか面白いんだけど、ね、やりやすいだろうけど。うん。どうなんだろうね。確かに。やり方聞いてくれたら教えるんで、全然。確かに。教えます俺。全然教えます。なんか台を元に、そうそうそう。みんながポッドキャスト始める。ポッドキャスター。面白いじゃん。増えてくれたら楽しいんで。面白い、確かにそれ。このね。まあ今、ポッドキャストの日なんで、こういう話をしてみました。いいですね。はい。じゃあ、そんな感じで、始めましょうか、はい。はい。お願いします。俺はそうは思わない第10回、始めます。はい、お願いします。お願いします。自分は努力家だと思っている側の根本です。ああ。お願いします。俺はもう全然だね。あ、全然っすか。もう、自堕落な生活してる。うん、自分に甘々な人間、アンバッチです。ここは対立が生まれたね。ああ、うん、珍しく。うん。そっか。よろしくお願いします。お願いします。で、今回のテーマなんですけども、はい、はい、結構前半いい話をしたんですけど今回結構苦しい話まあ聞く人によっちゃね、そう、耳に痛い話をしたくて、努力についてです。はい、はい、で、まあ努力って何なんですかっていう話をちょっとしていきたいと。うん、難しいテーマですね。難しい、これね、耳に痛い。誰が聞いても耳が痛い。努力って、うん、なんだろう、言われたことない人間いなさそうだよな。確かに、絶対人生で何度か耳にはしてるし、小中高、結構絶対努力しろって言われ方をするよね、きっと。うん、努力してください、うん、努力しましょうというね。うん、そう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 、推奨されてるものですね、うん、世の中で。みんななんかそう、世間で、世間っていうなんかふわっとしたイメージの中で推奨されてる、そうそう、あれです。うん、その努力とはお話ししたい。はい、うん、ね、
まずじゃあ努力の定義からいくか。おお。これは定義、研究があって。もうすごいな、もうなんか研究かやん。全部に研究が全部研究をもとに喋ってきてるやん、こいつ。うん、研究調べてきましただいぶ。はい。これ研究があって、ピアノをどれだけ上達できるかっていう、あのアメリカの研究があって、ほう、同じ数850人ぐらいの数の子供を集めて、未経験から、そうそうそう、ピアノがどんだけ上達するかっていう、なんかピアノっていうのは努力のためにすごい、自分一人で黙々と向き合うことができる、うんうん、力が、はいはい、まあ、一番測りやすい、はいはい、そうだから、まあ、ピアノが選ばれたんだけど、じゃあそこの定義で言うと、自分一人で黙々 と、努力、技術向上のために頑張ることができること、それが努力っていう定義だとしましょう。その、はいはいはい、その実験にのっとってね。はいはい、そうで、これもう怖い話なんですけど、うん、夏の終わりに、夏の終わりに怖い話が、怖い話なんですけど、はい、夏の終わりにね、はい、怖い話なんですけど、実はもうこの自分一人で黙々と目標達成だったり技術向上のために頑張り続けられる努力できることは、うん、遺伝です。怖っ。怖っ。ゾッとする話。遺伝です。そんなこと言われたらもう、はい、お手上げじゃないですか。850人努力実験で調べてみてください。多分出てきます。その検索ワードをどういう経緯で打つんだよ。努力できる才能は遺伝子レベルで決まっているみたいな記事が出てくるんで、はい。うわ。まあ、詳しくはこれを見てくださいって感じなんですけど。はい。まあ、そのやっぱ概要をざっくり説明すると、うんうん、もう努力できる値みたいなのは遺伝子で決まっていると。うん、なるほど。生まれた瞬間ということですか。決まっていると。なるほど。もう、その時点で才能があるなしと同じレベルであると。怖い。うん、でもこれによってさ、救われる人もいるかもしれないよね。その、ああ、確かに。そう、自分は努力できない人間だとこう思ってしまってる人も、いや、これはもう生まれた時点で決まってるから、うん、そのあなたの頑張りとかどうこうとかじゃなく、うん、もうこれはそういう遺伝子なんですよっていうので、うん、むしろなんか、あ、確かに、じゃあもう自分には、ね、その才能がないだけだわって思える人もいるかもしれないね。うん、うん、確かに、うん、そうだね、才能なんですね。その遺伝子があると、まあ、5割以上あるっぽくて、はい、努力遺伝子が、そう、じゃあ残りって何なんだって考えた時にね、うんうんうん、努力できるかどうかの、はい、5割以上この遺伝子があったとして、じゃあ残りって何だろうって思った時に、うん、結局環境に生まれたとか、うん、はい、やり方を教わっているとか、あの親か教師にね、はい、うん、まあ、こうすると、まあ、結局ね、周りの環境だよね、そう、こうすると、こうすると正しくピアノ上手になれるよっていうやり方、うんうん、かピアノがそもそも家にあるとかね、うん、それって環境じゃん、うん、環境、そうが残りを割と占めてるんじゃないかと。それは最近の言葉で言う親ガチャってやつですか。そう、親ガチャとかね、そう、嫌な言葉だ。嫌な言葉だ。本当に嫌だ。本当に。あまり口にしたくないし、口にされたくもない。そうですね。そして、じゃあ5割が遺伝で、じゃあ残り環境と、やり方を教われるかどうかが割と占めるんだとしたら、本当の努力って1割もないんじゃないっていうのが、我々がこう教え込まれてきた努力の形ってことだよね。そう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 。そう。頑張ってやりましょうみたいな、その。そう。地道な努力って。これは一割でもない。本物のね、
1割もないんじゃないの、もしかして。ほとんど才能と環境で片付いちゃうんじゃないのっていう。怖い、怖、この話大丈夫かな大丈夫かな。すごいな、それが努力の正体ってことですか。正体です、これはもうちょっと、うん、あの反論受け付けませんこれは研究結果があるのって、これはちょっと2000年後ぐらいに新たな反証が出るかもしれないですけどこれはちょっと今は覆せないかもしれない。そうだな、うん。アンボは自分がさっきその努力できない方ですって言ってたじゃん、うんうんうん、それはやっぱり感じるの。そのね、かん、うん、大の今の話で努力の定義が、うんうん、ちょっと違うというか、多分俺の中で、ね、なるほどね、そうだからまた変わってくるんだけど、うん、俺が思う努力って、うん、やっぱ継続力なんですよ。あー、はいはいはい、うん、継続力ね。そう、それも一つのあれだね。そう、どんなことでもね、うん、で継続力ないんだよね俺。おー、ないんだ。ないの。でもあ、ないの、うん、あのね、頑張れるんだよね。あー、ないけど頑張れる。そうね、頑張るを継続できることが努力だと思うんですよ、はい、うん、頑張る、ちょっと分かんないぞ。頑張るを継続できる、はい、そう、うん、例えば寝る前の1時間頑張って勉強する、うん、ああ、うん、そうだね、頑張るですよね。頑張るだね。でもこれ は、 寝たいし、ね、本当はこれは努力じゃなくて頑張るなんですよ、うん、ああ、これを1年続ける、うん、これが努力だと思うんだよね。確かに確かに確かに、それはもう努力だね。そう、1年続いてるから、うんうん、だから結局そう、寝る前に1時間勉強しようは、うん、あのできるんだよね俺。うん、でもそれがね、その時の頑張りね。そう、うん、でもそれが1年続かないんですよやっぱ3日で終わったりそれこそ3日坊主だったり、なんか週に1回隔週になってってなくなるみたいな、徐々に、うん、だんだんね、徐々に消えてく自分の中で、そう、うん、っていうタイプなんだよね。で、はいはい、その頑張るっていうことは結構頑張れんの、うん、俺。あ、そうなんだ。だからそれが夜1時間寝る前に頑張りましょうじゃなくて、うんうん、夜寝ないで朝まで頑張りましょうとかできるの。あ、そこの馬力はあんのね。そう、うん、でもやっぱ一瞬のね、継続しないんですよ、うん、だからそうだね、うん、あのね、頑張り屋さんなんだよね俺多分すごい肯定感高っ。え、いや俺はね、頑張り屋さんなんだ。これでも結構ね、いっぱいいると思うんだよね世の中に。俺結構すごい多数派だと思うんだけど、うん、頑張り屋さんな人ってめっちゃいると思うんだよ。うん、そのやらなきゃいけないことがある、うん、まあ例えば一夜漬けとかも俺は結構頑張り屋さんという分類にされると思ってんの。あ、そうなんだ。うん、へえ、うん、寝ないで朝まで頑張って勉強して詰め込んでとか、うんうん、でもそれを努力家って言わないじゃん。うん、だからそういう人は俺頑張り屋さんだと思ってて、俺多分そういうタイプなんだよね。うん、そう。でもそれやっぱ続ける力がなくない、そのなんだろう、うんうん、そこが自分のその甘さ、自分に甘い。継続はね、継続はあるね。継続はやっぱさ、自分に厳しくないとできないじゃん。ああ、って思うんだよね。どうなんだろう俺は、うんうん、だからそう、その頑張り屋さんを続けられることが努力家だと思ってて、うん、だから俺は努力家ではないんだよね。そのなんか、そう、その直前とかそうなった時とかには頑張る、ガッと頑張れるけど、一夜漬けでね、そう、なかなかね継続できないんで、俺はだから自分のこと努力家じゃないと思ってて、うん、だからやっぱそれで言うと大の継続力はすごいと思うんだよね俺。いろんなことにおいて自分が決めた期限で頑張るって絶対大でできるタイプじゃん。有言実行、有言実行気持ちいい人間だからそうだね、やるようにしてるねじゃん。そうだから大は努力家だなと思うんですよ。継続力って意味ではそうだね、うん、
マジで大事だしな、継続力。いや本当にね、難しいよね継続。だからこれはだから俺のその継続力遺伝子がないな、うん、あーそこも多分遺伝子なんだろうね。そうだよ、わかる、全部遺伝子だから。それも遺伝子なんだろうね。いやーわかる、うん、多分 ね俺も親見てたらそうだなって思っちゃうもん。そうそうそう、うちの両親ね、すっげー頑張り屋さんなんだけど、うん、やっぱいかんせんね、頭悪いんすよ。子供が思うくらいね、やっぱ頭悪いとこが多くて、うん、まあこれはね、うん、後々なんかいつか話せたらなって思うけど、まあやっぱそう、うん、頭があんま良くないんですよね。うん、なんでまあいろんなことに巻き込まれたり、なんかいろんな、うん、なんか不良の事故が起きてするんですよ。うん、僕の両親は。なんで、うん、やっぱその遺伝子を受け継いでいる可能性が、ね、うん、すごく高いと、今高いからその大の努力は遺伝子だって話を聞いて思いましたね、やっぱり才能かもしれないな。ちょっとそうだね、アンボも将来的になんか事故るかもしれないわけだ。いやでもちょっと一個違うのは、それがなんか親にいることで客観視できるから、うん、ああまあ半分教師になるし、そう覚えてるからね、自分は。そう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 、失敗みたいなの全くね、同じわだちをこすす、そのわだちがあるから、そうだね、そこを避けることはできると思うけど、うん、でも多分そのなんか遺伝子的には同じわだちを進もうとするんだろうなみたいな。見えちゃったか。そうそうそう、いや怖い話だな、遺伝子ってすごいね。ちょっとでもさっきの継続力の話、うんうん、アンボの継続力の話はちょっとだけ反論があって。なんだよ。ちょっとだけね。はい。とやりたくないことって続かないと思うの、そもそも。うん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 。誰も。うん。俺も続かない。やりたくないこと。なるほどね。おもんなってなった瞬間にやめちゃう。はい。でもポッドキャスト面白いから続いてんの。ああこれは継続してるけど果たして努力かどうか的なこと、うん、そうそう、これで俺別にそんなに努力と思ってない、うんうん、なんか漫画描いたりとか、うんうんうん、すること、だからそれはポッドキャスト撮ったりとか。どうなんだろうね、じゃあ努力ってさ、うん、誰が決めんのって話じゃん、うん、確かに。これは自分が努力かどうか決めるだったら、うん、まあ努力じゃないっていう結論になるんだけど、うん、それこそじゃあ今初めてポッドキャストやってない人、うん、からしてこれを聞いてる人とかが、うん、まあ第10回まで続いてる、ましてや第もう一本ラジオやってて、それはもっと続い1年以上続いてる、うんうん、この継続力すごいな、努力だなって思うと思うんだよな。ああまあそう見えたなら努力っていう風に捉えられるのかもしれないけど、じゃない。まあ、継続力って俺の中で答えあって、なんか自分ができる、自分が続けられる最大限のことを見つけてることなの、見つけてる状態のことなの。じゃあ続けられないのは最大限を超えてしまってると、超えちゃってる自分のキャパを。はいはいはい、自分が楽しく続けられるキャパシティのものを見つけてる状態。なるほどね。うん、っていうなんか定義があって、で大学時代の友達の話をするんですけど、うんうん、もう名前出す〇田くんってやつがいるんですよ。はいはい、僕も友達ですね、うん、ね、アンボも知ってると思うんだけど、すごいよね。じゃあなんだろうな、すごい簡単な〇田の説明というか、うんうん、僕らが行ってた、うん、その、まあ、僕は1年間しか行ってないんですけど、うん、行ってた大学は当時倍率が 1.1 倍だったんですよ、うん、まあなんで11人受けたら10人受かるっていう大学だったんだけど、うんうん、まあ〇田くんはくしくもその11分の1に選ばれるような男の子で、でそうだね、なのにもかかわらず再受験というか一般受験で、一般できたんだ、一般できたっていう稀有な男ですね、うん、そうそうそう、はい、そうでした。はい、その〇田くんが、彼は、はい、あるアニメが好きで、うん、インフィニットストラトスっていう昔のアニメの、はい、うんうん、シャルロット・デュノアっていうキャラクターがもうとにかく大好きだと、うんうん、ね、そうだったよね。そうでしたね。嫁って言ってましたからね。
そう。で、彼は、全く、その大学は結構芸術系の大学だったんで、まあ普通に課題があるんですよ。うん、作品を制作してくださいっていう課題があるんですけど、うん、課題をやらない子なんですよ。まあ、端的に言うと。11分の1ですからね。うん。課題がとにかく出ない。うん。うん、授業にも出席しない、授業態度も悪い。っていう。ドヤンキーじゃないですか。で、まあ結果留年するんだよね。結果二度受験してまで入った大学を大学を留年するんですよ。まあなんとか卒業して、うん、今社会人やってるんですけど、えらい。で、何を話したいかっていうと、はい、彼は大学卒業した後、うん、ずっとシャルロットの絵を描いてるんですよ。なるほど。ずっと、もう俺らが大学の時にちょっと見てたのとはレベルが違うぐらい上手くなってるの、うん、絵が。明らかに継続を感じるの、そこに。はい。で、ちゃんと描いた絵を同人誌にして、コミケに出たりして、ちゃんと毎年発表してるの。うん、最近ツイッターを見たらね。はい。それって、いや、大学の時、課題を出すっていうあの箱の中では評価されてなかった、うん、だの継続力、うんうん、つまりは好きの部分なんだけど、うん、それが社会人になって開花してると俺思ってて、はいはいはい、大学っていう箱がなくなってね、うんうん、あれってだからあいつが自分ができる好きのキャパの中で継続できるものを見つけちゃったってことなんだよ。そうね、確かに。そう、シャルロット・デュノワへの愛なら誰にも負けない。ずっと俺はこの絵を描き続けられるっていう。ああ、そんな人いないんだよ、他に。いない。なかなか日本中探しても見たことない。いないじゃん。ああ、いないじゃん。それって努力なんだよ。ああ。でも多分本人は努力と思ってない。好きだから描いてる。そう、好きだし、これを続けることが、ああ、もう俺の生き様だってなってるから、彼は。シャルロットへの愛情表現ですよね。そう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 。もうびっくりするよ。大学の頃一枚も課題を上げなかった男とは思えないぐらいのツイッターの充実度ですから。すごい。そうなんだ。そうだよ。なるほどね。でも結構そこ、継続力の正体ってそこじゃないかなとは思ってるんだけど、うん、それでも結局それはだって周りから見たら努力なんじゃないの。あ、まあね、周りから見たら、うわ、努力って見える。だから、うん、結果、努力家という。結果努力家だったね。継続力あるもん。ああ。やっぱだから、継続力が努力なんじゃないかって思っちゃうな。そうだね。だって俺ら、18の時にあいつに出会って、その頃にはもう、シャルロット・デュノワっつってたもんね。言ってたね。言ってて、今28だから、まあ10年以上。すごいね、同じことを言い続けてるわけじゃん、その熱量で。やっぱね、当時ね、フィギュアのシャルロットと一緒に海とか行ってたからね。行ってたね。まあ当時は別に、なんだ、作品を生み出すとかいう方向には行ってなかったんだけど。そうだね。落書きぐらいの感じだったんだけど。いや、めちゃめちゃディスってるよね。落書き。ディスってないよ。落書きですが、みたいな感じで本人も言ってたから。いや、それは謙遜していただけさ。違う。落書き。一応、漫画家っていう、みんな漫画家を目指して絵を描くぞって言って入ってきてるやつの絵に対して落書きって言ってますからね。今、違う。根本大。本当にディスってない。そうか。で、当時の本人は、そういう感じの作品を出してた。まあ、俺らの賞賛ぐらいの画力だったけどな。言ったやん。言っちゃったやん。言ってるよ、それは。冗談、冗談。冗談、冗談。聞くと怒るから。ちょっと出てほしいかも、このラジオ。まあ、こうやって話したらね、もしかしたら、そう。11分の1になるやつってどんなやつなんだろうと思ってくれる人いるかもしれないけど。そうそうそう。すぐ、うん。でももう彼努力家なので。努力家ですね。努力家だなと思ってる。だから俺よりすごいわ。そう。でも、アンボは、だから、そういう意味では、自分が気持ちよく、楽しく、続けられる好きのキャパを見つけてないだけなのではって思ってしまう。ああ、そういうことか。じゃあ、うん。努力
く化になるならないはそれ次第で、うん、別に継続力あるないではないということか。うん、そうそうそう、なるほどね。見つけてないだけでは論が俺の中ではある。確かに、そこはだから才能ではないと言いたい。そうだね。でもその見つけれる、うん、見つけれないっていう環境っていうやつだったら、あ、ですね、そうなってしまいますね。結局ね、見つけれる見つけれない環境とか資本とかになっちゃう。そうそうそう、そうなったら、そきついな。そうだったら何でも論破されるやん。いや、でもやっぱでも環境ってやっぱもうとんでもないよ、うん、やっぱりとんでもないね。そうだね、本当に子供にとってね、うん、とんでもないと思うわ。うん、なんかそれこそなんだろう、まあ、今うちの子、うん、まあ、もうそろそろあと2ヶ月で、うん、2ヶ月ちょいで2歳ですけど、うん、まだそんなにその環境っていう部分が大きく反映されるような状態の年齢ではない、まだわかんない、ね、うん、と思ってるんだけど、うん、そうだね、うん、みんな同じだね、うん、そうそう、これが、まあ、4歳5歳とかになった時、うん、何や、まあ、今はもう漠然と全部嫌だとかイヤイヤ期だったりするんだけど、うん、まあ、ちゃんと興味があってやりたいとかが出てくる年齢になった時に、うんうん、どれだけその環境があるかどうか、それをやらせてあげられるかどうかってこと。そう、ああ、やらせてあげられるかもあるんだけど、やりたいがあるかどうかみたいな。確かに、やりたいを見つけてるってすごいことだよね。いや、すごいことだよそれ、うん、どういうことなんだろうって思うもん。うん、そのまあ何に確かに心動かされるか分かんないけど、ちっちゃい頃、まあ俺らだしさ、まあ漫画でそのね、うん、ちっちゃい頃に心動かされてそれが好きになって、そうだね、うん、それにまつわることを将来的にやりたいと思って現在に至るわけで、うん、そう、やりたいが見つかったからね。それだってね、うん、両親が全く漫画読まない人だったら家に漫画があることなんてないだろうし、うん、その住んでる地域が違かったら、うん、友達も漫画読まない人だったら漫画に出会ってないだろうし、うん、とかさ、うん、やっぱそういうね、もうそういう年齢になってくると、やっぱ環境の及ぼす、うわーか、そこ含めて環境運って言われちゃうとやっぱ怖いな、まあ、やっぱもうどうしようもないっていうわけじゃないけど、まあ何が正しいか分かんないけど、じゃあ努力家な人、うん、努力家じゃない人は幸せじゃないんですかってなったら、また、うん、ああ、それは違うな、そう、違うってなるから、それは違う、うん、そうそう、そうだね、結局ね、その人が今生きてる、その人が、うん、あ、充実してるというか幸せを感じてるかに努力は関係ないという、ね、関係ないね、うん、あの、なんだろう、ベースがあるもとで、うんうん、努力ってなんだろうって話した時に、やっぱその環境っていうのを、その大のその最初の話を聞いて全部説明できるじゃんって思ってしまうよね、うん、ちょっと腑に落ちちゃうよな、あれ。あそうだね怖いな怖いな。なんかそのいろんな可能性を提示してあげられるとかはさ、うんうん、でもそれはやっぱ親の財力とかに関わってくるか。でもなんかそこは人柄な気がするかな、うん、あ、そう、うん、まあ、もちろん財力もあるんだけど、うん、財力なくても、うん、なんかアイデアとか、うん、行動力とか、うんうんうん、その頑張り次第でなんか、うん、まあ、同等じゃないにしろ選択肢を増やすことはできると思うんだよね、うん、あ、はいはいはい、うん、その子供のに対する頑張り次第で、そっか、うん、そう、そのなんかなんだろう、それこそピアノね、うん、ピアノ演奏者になり、うん、ピアニストになりたいってなった時、まあ、お金がある人はグランドピアノをお家に買えますよとか、うん、買えるし、そう、あるけど、ね、演奏する環境を作ってあげられるけど、そうそう、まあでもお金がなくても、例えばね、うん、今だったらね、なんだろう、いろんなネットとか使えばすごい安い電子ピアノが手に入るかもしれないし、ああ、確かに確かに、なんかそれにもうほぼピアノと同じ機能じゃんっていうおもちゃとか今いっぱいあるだろうし、うんうん、そういうのを見つけてきたり、うん、まあなんかそのピアノに関する何かを与えてあげることとか環境を作ることは、うん、まあそのお金にね、うん、お金をかければそれはすぐできるけど、うん、それじゃなくても
なんか似たように選択肢を与えることはできると思うんだけど、結構親の頑張りと工夫問われるねそこ。そうでも、うん、まずピアノに出会うかどうかはもう環境だよね。そこだよね。そこだよね。そうそう。まあ、そこもなんかね、うん、いろんなもの触れさせる。そうだな。みたいなね。難しいよな、そんな。むずいけど。だから習い事じゃあ10個やらせますとかはやっぱ、うん、財力になってきちゃうよね。うん、いやすごい財力とかさ、もうそもそものなんか時間にも余裕あるじゃんその人って。うん。めちゃめちゃあるね。やっぱ常にね、親がね、お迎え行ったりとかね、うん、なんかそういうのができないといけないからな。でもやっぱもう時間もなくて、生活のルーティンがもうずっと決まっちゃってる人はいるから。大変だよ。出会いにくいっていう、その子供がね。本当にやりたいこととかね。思うな。やっぱ難しい話だったな。うん。まあでも結局、なんだろうな。まあ努力っていう話じゃないけど、それをね、よし、足は、うん、今の自分がどうするかみたいなことになってくるのかなとは思っちゃうよね。確かに。で、自分が自分をどう評価できるか、そう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 。だと思う。うん。努力する方が気持ちいい人はした方が多分幸せだし、うん。うん。別に努力しなくても幸せに生きる方法を見つけた人は、それが幸せじゃんっていうことよね。そうね。確かに。俺結構さ努力狂だからさ、怖っ。あの努力家で努力を押し付ける人のこと、うん、努力狂って言われたりするのネットでは。ああ、そういうことはあるんだ。もうあるんだけど努力狂って、俺結構努力狂だから割と誰でも頑張ればできるでしょって思ってた節あんの今まで。ああ、怖っ。でも今回このラジオ撮る上で結構いろいろ調べて、これはちょっと改めないとだと思った。そうだね。うん、誰でも頑張ればできるでしょってもうすごいなんか、うん、そのまま大人になって子供生まれてたらもうちょっと恐ろしいわ、うん、恐ろしいね。これはちょっとすごい改めようってなった。恐ろしい親になりそう、うん、怖い。いい機会だな。いい機会。頑張ればできるでしょってやるまでできるまでやればできるでしょって言っちゃいそうだもん。怖っ。やば。怖くない。確かにそれなんだね。でも遺伝子ですって言われたらもう、うん、あ、これはちょっと腑に落ちたし。そうだね、うん、うん、あんまりそういう詰め方しないなんか方向になってくんだろうな世の中。うん、じゃあ努力の正体は遺伝子と環境。遺伝子環境でした。はい。でもそれを良し悪しとするのはあなた次第です。あなた次第です、ね、そうです。うん、いやー大変暗い話になりそうだったけど、まあアンボが笑かしてくれたのでよかったです。いや前田じゃない、笑わせたの。前田かもしれない。前田のポテンシャルやっぱ高いわ。引き合いに出させてもらったけど、前田ね、うん、初めてじゃない、このラジオでなんかあの個人名が出るの、共有の共通の友達の話するのは。そうだね、うん、そうだね。前田くんね、そうそうそう、面白いんですよ。面白かった。ツイッター、うん、ツイッターやってるんでね、ぜひ、うん、見てみてください。ああ。はい。なんて検索すればいいか分かんないけど今。ハヤトだろどうせ。8。あ、そっか。8810だろ。うん。そうだそうだそうだ。はい。いや、こんなところですか今回は。ああ。そうだね。いや、渋い回だな。努力とは。努力とは渋い。もう答え出てんのに。でも、重くなかったんじゃない？怖かった。重くなかった。怖い、怖い。いや、怖い。怖い話ではあったけどね。うん、そうだね。次の時代に期待しましょう、うん、いろいろ。そうですね。人類は新たなステージへ行くと思うんで、この後。なんだ、なんだその終わり方。それではこのラジオでは、はい、引き続き皆様からの感想、はい、お便り、反論などお待ちしております。お待ちしております。はい、それでは、俺はそうは思わない第10回、パーソナリティは根本とアンボでした。ありがとうございました。ありがとうございました。先出しされた。